はい、皆さんこんばんは、高幸です。今日もですね、世の中で起こっているバカッターたち、炎上しているバカッターたちを見ていきたいと思います。こちらはですね、インスタグラムでですね、埼玉栄高校のサッカー部の青年らしいんですけども、東日本大震災の先日のね 3.11 の件でインスタグラムにアップしたものが炎上をしているようでございます。いきましょう。日本大震災の、これを見てる方、生きていてとても嬉しいです。また死んでしまった人はお墓で聞こえないと思うが本当に悔しいです。ザーメン、ザーメンだってめ、ふざけんじゃねえぞこの野郎。いつさ、せっかくさ、いい顔してるんだからさ、おとなしくしてりゃいいものをさ、東日本大震災についてこういったふざけた動画上げてるんじゃないですよ。まあ、この年だと生まれて数年で東日本大震災のことを知らないんだと思いますけども、どれだけの人々が亡くなって、どれだけの人々が生きていくのが大変だったか、どれだけの人々が家族と離れ離れになってしまったのか、考えたことがありますか？今のね、生ぬるい日本で生きてるからこんなことが言えるんですよ。こんな態度取れるんですよ。こういったね、やからには戦争やね、災害の厳しさを体にね、叩き込むしかないのでしょうか。今現在ね、この彼のね動画を紹介したインスタグラムは閉鎖されてしまっているようでございます。もしね、この青年にね、しっかりとした親がねいるのであれば、教育の方ね、これからでもまだ間に合うので、しっかりとしていただきたいと思います。そして学校にはですね、今現在、暴力教師なども問題になっておりますが、正当な指導の方をねしていただきたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。